はい、速稼塾の久保です。今回のね、映画紹介はブルーレイ版のカプリコン1ですね。これ1977年の作品なんで、私が5歳の時の映画です。当然私がリアルタイムで見てるわけはなくって、私が見たのは、そうですね、小学校の5年生か6年生ぐらいの時ですね。ちょうど宇宙に関心を持って、宇宙に人が行くってどんなことなんだろうとかね、火星にはいつ頃人が行けるんだろうって考え始めた頃です。というのが、私が生まれた年っていうのは、アポロが月に着陸したというふうに言われてた年なんですよね。で、それから数年して、実はアポロは月に行っていないんじゃないかなっていうふうな説が出てきたんですよ。それに被せるように、このカプリコン1という作品が私の中にね、入ってきて、ちょうどテレビの深夜枠で再放送をしていたもんですから、当時ビデオとかないですからね。まあ、ですので夜中にムクムクと起き出して、深夜に見始めたっていう経緯になります。この物語の大筋っていうのは、まあ、火星探査機なんですよ。物語は火星探査機を送りつけようということで、宇宙開発が進む中で、どうも火星開発のね、予算が削られるってことが分かって、それでどうしてもね、火星有人飛行を成功させなくてはならなかった。でも技術的にはちょっと自信がないということで、火星に行ったふりをする映画を世界に流して、要するに世界をペテンにかけてですね、それで予算をもぎ取ってこようとする一大詐欺イベントの、まあ、そういったね、 NASA の中で行われている茶番劇をね、映画化したものってことになってますけども、当時これがですね、火星に人を送るっていう、まあ、茶番を映画で世界中に配信するっていうのと、実はアポロには人間が行ってなくて、あれは全部映画のセットだったんじゃないかなっていう話がね、まあなんかこうピタッと一致したということで、この映画っていうのは実はアポロ計画の真実を暴いた映画なんじゃないかなっていうふうに言われていたんですよ。まあそういった形でね、この映画っていうのは、火星に向かう直前の宇宙飛行士がロケットから連れ出されて、そのまま監禁をされるということになります。ただね、やっぱりこう宇宙に飛び立っていった火星探査機がやっぱしばらくして戻ってくるわけなんですよ。で、地球に戻ってきた時には着陸したと見せかけて、宇宙飛行士が監禁から解かれて、で帰ってきたよっていうふうにね、世間に出て行ってインタビューをこう受けるみたいなね、それで一件落着というシナリオを書いていたんですけども、この火星探査機が途中で事故を起こしてしまってですね、地球に帰ってこれなくなっちゃった。要するに宇宙に飛び立っていない宇宙飛行士3人は生きていてはいけない存在になったということでね、組織によって NASA によって消されそうになるんですよ。そこから宇宙飛行士はやばいということで逃げ出して、一人また一人と捕まっていくんですが、最後の一人、主人公がですね、新聞記者の手を借りながら、なんとか白日のもとに自分の身を晒してエンディングということになるんですよ。その途中のドキドキハラハラと、組織っていうのはこうまでしてね、自分たちの都合によって、予算によって、お金によって人を殺めたり隠したり隠蔽したりするっていうのが、まあアメリカも日本も世界も変わらないんだなってことがね、今となってはよくわかる映画になってます。うん、まあこれ中古で買ったんですけども、ずっと欲しかったのは日本語訳なんですよね。字幕版はずいぶん前に私もね、手に入ってたんですけども、やっぱり、ね、私が一番初めて見た小学生の時の深夜の労働省の枠での日本語吹き替え版の、あの声優さんのね、独特な声で楽しみたいなと思ってたんで、ずっと待ってたんですよ。やっと中古で買うことができまして、まあ2000円もしなかったんで、すごくお手軽なブルーレイになりました。それではこれからね、見てみようかなと思いますんで、皆さんと一緒にこの映画も楽しんでいきたいなと思います。それでは皆さんもテレビプログラムね、カプリコンよろしかったら買ってみてください。どっかに売ってるかもしれませんね。多分新品もあるでしょうけども、どういうんですかね、入力切り替え、ちょっとね、私のブルーレイポータブルレコーダーを見てみましょうか。はい、では始まりますよ。もうそろそろ、まあ、前編を流すことはできないんですけども、まあ冒頭だけでもというよりも、トップ画面、メニュー画面だけでもね、一緒に見ていければなと思います。懐かしいな。お、始まるな。あ、こんな感じですね。キングレコード、うん、ちなみにサウンドトラックもメルカリで買いました。貴重品でした。
ちょっと高かったんですけどもね、猿の惑星やカプリンコン1の映画のサウンドトラックも楽しみの一つですね。なかなか始まんないな。何なんでしょうね。お、始まった。いきなり始まるんだな。メニューも何もなく、いきなり始まります。そしてこのジェリー・ゴールドスミスの怖い音楽が、猿の惑星を作った人ですね、音楽ね。それからランボー怒りの脱出もジェリー・ゴールドスミスらしいですね。O.J. シンプソン&ハル・ブーロック、カプリンコーン1ということでね、スリリングなミュージックで始まります。この字体も平凡ですけども独特なんですよね。シンプルに飾らないブラックの背景に赤い文字で演出されてます。ちなみにね、こっちではね、 YouTube でブラザービートの再放送を見てますね。ブラザービートもなかなか面白いんですよ。はい、ということでね、この辺までで今日は以上でございます。さよなら。